水戸室内管弦楽団は、茨城県水戸市にある、水戸芸術館専属の日本の室内オーケストラである。ソリストとしても活動を行うような日本を代表する奏者に加え、外国人を含めた一線級の音楽家が構成員となっている。1990年、水戸芸術館の専属楽団として、初代館長、吉田秀和の提唱により、会館と同時に設立された。 水戸芸術館コンサートホール ATM で年4回程度の定期演奏会を行っている。定期演奏会は、小沢政治指揮による演奏会、客演指揮者による演奏会、ソリストを迎えての演奏会、指揮者を置かないメンバーのみのアンサンブルによる演奏会の4つの柱を基本に構成されている。2011年5月現在、定期演奏会は81回を数える。 定期演奏会は通常同一曲目で2から3日間行われるほか国内ツアーや海外ツアーを行っている。また2011年3月11日に発生した東日本大震災を受けて復興支援の名目で2011年7月10日に東京のサントリーホールにおいてチャリティーコンサートを開催収益金の一部を 水戸市や周辺市町村の小中学校で震災により被害を受けた吹奏楽部の楽器修繕や地震や津波によって甚大な被害を受け活動に大きな支障をきたした仙台フィルハーモニー還元楽団などへの支援のため寄付を行った。2012年1月18日に水戸市立三の丸小学校吹奏楽部に楽団委員代表として孤立隊が中バを寄贈。 周辺の小学校にも、マリンバや、スネアドラム、アルトホルンなどを寄贈している。コンサートマスターや主席奏者制度はない。バイオリンにファースト、セカンドの区別をつけず、配置は曲に応じて毎度変わる。また学院は、公演ごとに微妙に入れ替わりがあり、客演指揮者が引率してくるケースも多い。団員ではないが、ハープの吉野直子、ピアノの野平一郎は、 毎年のように共演または協力している。音楽顧問、指揮者は小沢誠司であり、ほぼ毎年出演している。以前は若杉博士が頻繁に指揮した。小沢と指定関係にある順、メルクルは2004年にデビューし、絶賛を博した。その後、2006年、2008年、2009年と指揮台に上り、近年唯一の常連となっている。 他にジャン・フランソワ・パイヤール、ルドルフ・バルシャイ、トン、コープマン、トレバー・ピノック等、室内楽の達人が登壇している。基本的に指揮者なしでも演奏が可能であり、年間の半分は指揮者なしで講演を行う。2008年は、小沢聖治が率いて、ヨーロッパツアーを行う予定であったが、小沢が、休病のためリタイアする。その後小沢は、ズービン・メータ、ダニエル・バレンボイム、 ヒッカルド、ムーティ、ピエール・ブーレイズ、クリストフ・エッシン・バッハ等に代役を依頼したものの、都合をつかず、やむなく、小沢は指揮者なしでツアーを強行させるよう指示し、成功に導いたという逸話がある。会場や編成に限りがあるが、手広くカバーしている。古典中心に小編成の曲が多いが、小沢や、メルクルが振るときは、モーリス・ラベル、クロード・ドビュッシー、 リヒャルト・シュトラウスなどを頻繁に取り上げ、レパートリーの拡充にも余念がない。競争曲など伴奏も多く、イアンボ・ストリッチなどの超大物も共演している。CD 録音も多く、小沢、バルシャイ、指揮者なし等でリリースされている。選曲はオーケストラの団員が決定している。ありがとうございます。